宮城県道105号越下角田線は、宮城県白石市の国道4号と宮城県角田市の国道113号を結ぶ一般県道である。角田市内。角田高等学校前、白石市の南端である越下地区を起点とし、イグ郡丸森町西部の高野地区、大張地区、角田市小田地区などを経て、角田市中心部へと至る道筋を描く。 ほぼ全線が阿武熊高地北部にあたる典型的な山間を行くため一部の例外的な場所を除いて道幅が非常に狭く急カーブや急坂が連続する区間なども存在する。また交差点での右左説や遠道と同じ規格を持つ道路が分岐する際に何らの表示がされない場合も多い。こうした道路状況のため特に境愛な区間が連続する。 起点の白石市塚つビラアザグーの脇から行く分、丸森町港やアザカ内下までの 3.8km 区間については、幅 2m 重さ6トンを超える車に対して、数年で通行止め規制がかけられているほか、閉鎖こそされないものの、当期には非常に慎重な通行が求められることとなる。2008年2月26日に、角田市小田地区において、橋の掛け替えが行われ、 同時に一部ルートが変更。以前は離合さえ困難だった集落の中の道が片側一車線の走りやすい道へ改良するなど整備は進みつつある。しかしこのような改良がなされた区間は一部に過ぎず全体を見れば幹線道路としての利便性は未だ低い状態にあると言える。そのため、非終点付近を連絡する場合においても国道百十三号など他の道路が 床色として利用される場合が多い。ありがとうございます。